皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。皆さん1週間に何回コンビニに行きますかお菓子を買ったり ATM を利用したり毎日の生活の中でなくてはならないものになっていますね。そんなコンビニ業界ですが驚きの変遷を遂げています。今日はいつの間にか消えてしまった懐かしのコンビニを6つまとめてみました。まずは 現在あるコンビニを整理してみましょう現在日本で一番店舗数が多いコンビニはどこでしょうセブンイレブンです現在約2万1000店舗も展開しています続いて第2位はファミリーマート店舗数は約1万6000店舗そして3位がローソンで店舗数は約1万4000店舗ですちなみに全国にコンビニは約6万店舗ありますなんとセブンイレブンファミリーマート ローソンの大手3社が全体の6分の5を占めています。大手のシェアが大きさに驚きますね。4位がミニストップで約2000店舗です。5位がデイリー山崎で約1200店舗。それに続いて、主に北海道で展開しているセイコーマートやイオングループが展開しているマイバスケット、駅で見かけるニューデイズ、中国地方が拠点のポプラと並びます。実は 現在のコンビニ三共が完成したのは2018年末から比較的最近なんですコンビニ業界の大変遷早速見ていきましょうココストアココストアは1971年に愛知県で1号店がオープンしました日本最古と言われているコンビニですココストア1号店の藤山大店は当時のスーパーマーケットや小売店よりも営業時間が長い12時間半の営業時間で 年中無休だったことから今のコンビニの形式を確立させたといえます日本最古と聞くと勝手にセブンイレブンをイメージしてしまいましたがここストア登場の1年後でしたストアを開業したのはソニーの創業者森田昭夫さんの実家である森田株式会社とその販売会社であるお酒の卸業をしていた株式会社森山清水商会によって立ち上げられました 酒屋さんがスーパーマーケットにお客さんを取られていてその救済と活性化を目的として作られたそうですココストアとは便利という意味のコンビニエンスと快適という意味のコンフォートの頭文字を取って名付けられましたそそんなココストアの特徴は一部店舗で行っていた「ここでクック」「弁当やおにぎりホットスナック」を店内で調理し販売するんです大きな爆弾おにぎりなどが美味しいですね コンビニのおにぎりの海苔がパリッとしてるのも良いですが人が握ってくれたおにぎりも美味しいですよねそんなココストアですが2015年ににファミリーマーマトに買収されてしまいまいすその理由の一つはお酒を販売するための免許がいらなくなったこと2001年まではお酒の販売は距離を基準とした免許制でしたそのため多くのコンビニ店舗はお酒を売ることができなかったんです ココストアはもともとが酒屋だったのでココストアに行けば必ずお酒が置いてあるという理由から他のライバル店舗と差別化が図れていましたしかしその立地から24時間営業をすると利益が取れず標準は朝6時から深夜12時までの営業でしたそこで大手のコンビニと差がついてしまいました 3F 1979年に株式会社富士スーパーがコンビニ事業としてスタートさせたのが始まりです神奈川県横浜市に1号店をオープンさました新鮮な商品を気持ちよく買えるお店ということでフレッシュフードフレンドリー頭文字を取って3つの F デスリー F というのが名前の由来です地域密着型のコンビニで、 マヨネーーーズのキューピーと提携ししていました無農薬の野菜を商品に利用したり地元である神奈川県の食材を使い手作り感や鮮度の良さを打ち出したメニューが多くありました CM にも力を入れていて石田歩美さんの「ブルーライト横浜」を使用して横浜生まれであることを強調した CM を作りましたオリジナルのテーマソングを作り 当時としては珍しい CG を使った CM が印象的でした独自路線は支持されていましたが大手に対抗する経営体力はなく業績が悪化してローソンと業務提携することに子会社となり2018年には単体店は消滅しました単体店はとお話ししましたが 3F 自体は消滅してないんですす今まで 3F だった店舗の多くはローソン 3F として供業しています ローソンとは違って野菜などの生鮮食品が売られていたりお弁当の種類が増えたりゴージャスになっていたり本屋のように品が売られていたりするんです見つけたら入ってみてくださいねショップ99ショップ99は1996年に1号店がオープンしましたお店の名前の通り多くの商品が99円税込み104円均一でした 100円ショップとコンビニを合わせたようなお店ですね。ローソンストア100みたいな感じでしょうか。コンビニで売られているものに加えて肉や野菜などの生鮮食品も販売していました。そして何より驚きなのが、ゲームソフトを売っていたこと。それがまさかの99円。Windows 専用のゲームでリバーシやマージャンといったよくあるゲームや、 解体業者スクラッパーズというブロック崩しのゲームそして鼻毛というアクションゲームまであったんですすごい特色ですねそれで肉や野菜などが破格の安さということもあり順調に店舗を増やしていましたイメージキャラクターを草薙剛さんにしたこともありましたその後も食料品なども破格の値段で売り続けましたしかしこの業態では 野菜などの仕入れ値の変動があっても99円という値段は変えることができませんでしたそのため利益が薄くなりすぎてしまったんです野菜は収穫の量によって仕入れ値が変わりますが販売価格に転嫁できず苦戦しましたまた急激に店舗を増やしすぎてしまったために人員不足に陥ってしまったそうです 経営が厳しくなった2009年ローソングループに吸収合併されましたショップ99はその後新たなコンビニに名前を変え業をしています 3F の時と同じようにローソンとショップ99の名前を合わせたイメージでローソンストア100に名前を変えましたところでコンビニの定義って知っていますか計算書によって定義が決められています 現在のコンビニの定義は営業時間は1日14時間以上売り場面積は30平方メートル以上に百5 0平方メートル未満飲食料品を扱う商品をお客がレジに持ち込むセルフサービス方式この4つがコンビニの定義ですなるほどという感じですね皆さんは旅行先などでちょっと変わったコンビニに出会うことありませんか京都な 小江戸と呼ばれるような落ち着いた観光地などでよく見かけます。これは景観を守るため自治体から要請を受けたりコンビニ側の配慮によって作られています。いつものコンビニも色が変わってしまうだけでグッと印象が変わりますよね。なんだか特別な感じがします。では続いて AMPM です。AMPM はアメリカ発祥のコンビニです。 アメリカの石油事業者がガソリンスタンドにコンビニを併設したのが始まりですコンビニとガソリンスタンドが一緒にあるなんて日本では珍しいので新鮮な感じがしますね AMPM という名前の由来は AM でも PM でも営業しているつまり 24H 営業しているということから名付けられました当時日本の石油会社の社長が アメリカでのコンビニとガソリンスタンドの併設スタイルに目をつけ、ライセンスを取得、そして1989年に横浜市に日本の第1号店がオープンしました。AMPM は地域を絞って集中的に出店を重ねる経営戦略を取りました。確かに 一つの駅に,にいくつつもセブブンンイレブンを見かけたりりすすることがありますよね1つの地域にたくさん出店することによって実はたくさんのメリットがあるんです知名度が増え信頼度が上がったり流通が楽になったり競争相手がいないので価格操作がしやすいなどですさてそんな AMPM ですが特徴ともいえるサービスが2つあります1つ目はお弁当 2つ目は決算方法ですまず弁当についてです冷凍弁当を注文に応じて加熱して販売する取れたてキッチンというサービスを行いました冷凍だと何がいいのかというとまず輸送コストを削減できるそして重大なもう一つの理由は賞味期限が長く持たせることができるコンビニ弁当の廃棄は大きな問題になっていますそれを減らすことができるんですさらに 取れたてキッチンではなんと合成着色料保存料うまみ調味料を一切使ってないんですよまた一部の店舗ではお弁当などコンビニの商品を家に届けるサービスも行っていました次に決算方法についてです AMPM はコンビニチェーンで初めて電子マネーエディの取り扱いを全店で開始したのです時代の先取りですね AMPM は パスモや SSuica などの電子マネーもどんどん使えるようしていきコンビニの電子マネー化をけん引しました今のほとんどのコンビニでは電子マネーが使えるのは AMTM のおかげかもしれませんではなぜ AMTM はなくなってしまったのでしょうかいろいろ理由は考えられますが一言で言うなら大手3社が強すぎたということでしょう AMTM は前世紀で1000店舗以上展開ししていましたこれは普通に考えればすごすぎることですが、同時期にはセブンイレブンは1万店舗、ローソンは7000店舗、ファミリーマートは6000店舗を超えていました。a m p m は都心部に多く出店したため大手3社と争わなければいけなかったんです。この3社と比べてしまえば1000店舗しか出店できていない。a m p m は弱者でした結局2010年ファミリーマートに買収されました2011年日本国内すべての AMPM は閉店しましたスパースパーはオランダ発祥の世界的に有名なスーパーです1977年に日本に上陸その規模を生かして店舗数をどんどん増やしていきました1985年 関東地域のスパー本部がコンビニ業態の店舗名としてホットスパーと名付けたのが始まりですもともとはスーパーでしたが日本ではコンビニとして業をしましたしかし東京圏の競争には勝てず店舗展開が進みませんでした結局ホットスパーは 3F に転換したりココストアに入ったりして消えてしまいました最後の一つです予想はできていますかサークル K サークル K はアメリカ発祥のコンビニです円の中に K があるロゴマークが有名ですサークル K のイメージカラーはアメリカのアリゾナ州の夕焼けをイメージしていますオレンジは空赤が太陽紫が大地だそうちゃんとカラーに理由もあったのですねまたサンクスのカラーは赤黄、白緑で赤と黄は太陽白は清潔 緑は商品の鮮度を表しているんだそうですまたそのロゴは見たことがある人も多いのではないでしょうかロゴの中のケイは歩いているように見えませんかこれはケイとイグ文字を子供に見立てて小さなお子様でも安心して利用できるお店という意味を表しています商品の特徴を見てみるとシェリエ・ドルチェというコンビニスイーツの先駆けブランドを作っていました サークル K はユニー株式会社がライセンス契約をして1980年に出店したのが始まりです。ユニー株式会社が愛知県の企業ということもあり、東海地方に出店しています。逆に関東地方ではもうすでに多くのコンビニチェーンが参入していたためか、あまり出店してませんでした。それに対してサンクスは、日本発祥の企業です。 今ではドン・キホーテを運営していた株式会社長崎屋が作りましたサンクスとは太陽のように温かく明るい店作りとありがとうの気持ちを込めてという意味で名付けられましたサークル K サンクスに合体したのは長崎屋が業績悪化の際にサンクスが売却されサークル K お運営するユニーグループが買い取ったためサークル・ K サンクスといえばお惣菜が美味しいですよね揚げ物などは人気がありましたそんなサークル・ K サンクスですがファミリーマートと統合することになり姿を消しました今回は昭和から平成にかけていつの間にか消えてしまった懐かしの飲食チェーンをテーマにお届けしましたこの動画で懐かしさと共に あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。